ベック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント課の西脇直子です。今日はキャリアコンサルタント国家試験第18回試験に一発合格された山口和佳子さんにお話をお聞きしていきます。山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじめに山口さん、試験の一発合格おめでとうございます。ありがとうございます。本当におかげさまで。よかったです。皆様のおかげです。よかったです。はい。じゃあ山口さんにですね、この後順番に様々お話をお聞きしていきたいと思いますが、まず養成講座は通学とズームクラスとありましたが、どちらでお受けになりましたか？はい。ズームクラスで、すべてズームで受けさせていただきました。じゃあもうロールプレイもワークも全部画面を通じてやってらっしゃった。全部画面を通じて、はい、なんか12日間全部フル出席されたということでしょうか。そうですね、フル出席でフルズームで。でしたか、分かりました、はい、じゃあそのあたりもこれからねズームクラスを選ぶ方の参考にもなるかなと思いますので、はい、お聞きしていきたいと思います。はい、はい、ではまず一番初めになんですけれども、お差し支えない範囲で結構です。今疲れているお仕事はどんな内容なのかお聞かせいただけますか？はい、大学の、はい、総務課の事務をしております。事務職ということですね。はい、はい、うん、はい、学生さんと接することは多いんですか？そうですね、大学自体が地方の大学で、東京にその会議室というか学生の拠点に、就職活動の時の拠点になるような会議室の運営をしている、職場になります。大学の、そんなにこう私がこう、まあ、大丈夫です、相談に乗ったりとか学生さんのそういったことはもう一切ないんです。はい、そうなんですね。あれですよね、サテライト の, キャンパスみたいな、そんなイメージ。そうです、はい、はい、でそうした中でそうしますとキャリアコンサルタントを目指したきっかけは何かありましたか？はい、ちょうど1年、今1月なのでちょうど1年前ぐらいなんですけど、やっぱりこのコロナがすごくって、その会議室の運営の事務なんですけど、会議室自体の利用がすごく少なくなった時期で、あ、もしかしたらなんか私来期更新されないかもなとかって一瞬思って、でハローワークにちょっと行ってみようって思ったのが本当にきっかけで、このいろんな大学で職員募集のところでキャリアコンサルタントの資格必須みたいなことを目にして、キャリアコンサルタントってなんだろうみたいな、はい、でそれで、あ、じゃあ勉強してみようって、これの資格があるとその学生さんの相談に乗ったりとか、そのちゃんと知識を持って、はい、今まではこう頑張ってねとかスマイルだよとかってぐらいしか言ってあげられなかったのが、こう専門的な知識を持って声をかけることができるようになるのかなっていう、ちょっと本当に漠然とした思いで撮ってみようって思いました。だったんですね。キャリアコンサルタントの資格はその時初めてお知りになられたっていう。はい、そうなんです。そうだったんですね。はい。で、じゃあレックの養成講座をご受講いただいてるわけなんですが、レックの講座選んでいただいた理由は何かありますか？そうですね、その時やっぱりこう分からなかったので、3、4社ぐらいですかね、いろいろ資料請求したりして検討したんですけど、はい、まずはその 100% ズームでズームクラスがあるっていうのが一つ決め手となって、はい、うん、あとは料金がその中では一番お安かったです。そうですね、ありがとうございます。そこはレックは頑張って受講生の皆さんに還元できるように運営しておりますので、はい、よかったです、はい、そうなんですね。そっかそっか。で少し話戻ってしまうんですが、まあ、そのキャリアコンサルタントを目指されて、まあ、資格レックの講座を申し込みいただいてっていう流れなんですが、はい、今現在は学生さんの相談に乗るお仕事についてらっしゃるんですか？
今現在はついてないです。うん、4月からそもそもが有期雇用で満期5年になるんです、この3月で。はい、なので4月からの職としてキャリアコンサルタントを今探している途中です。そうなんですね。はい、であの先ほどねハローワークで大学の職員募集で資格必須っていうのを、はい、求人票をご覧になったということですが、はい、そのあたり調べ直していらっしゃるという。調べ直して、でこう、まあ、その勉強を通してでもですけど、やっぱり大学とかそういうところだけじゃないっていうのもちょっと知ったので、はい、ちょっとこう視野を広げて、うん、調べていこうかなと今思ってる途中です。そうですね。そうすると資格を取られて今もまさに山口さんご自身が就職活動中と。そうなんです、ね、いやもうぜひあの就職も勝ち取ってくださいね。改めて自己理解の大切さを身にしみてます。本当ですね。でもご自身の就職活動を進められる中で養成講座での学びは、うん、どうでしょう、役に立ってると感じますか？そうですね、なんかこう、そうですね、やっぱり改めて勉強したっていうのもありますけど、それだけじゃなくて、うん、やっぱキャリアについて改めて自分のこう主体的にってよくこうキーワードとしてありましたけど、まさにそうだなって、自分のことを自分で今やらなきゃいけないっていう、で本当に自分は何をしたいのか、でどういう人生を歩んでいきたいのかっていうのを改めて考えてます。うん、主体的に考えるとか生きるとか、あと自己理解っていうのはキャリアコンサルタントの講座の中では本当にもう当たり前のように出てきて、私たちそれをこうやりましょうよって促す立場なので、まずは自分からっていうところですよね。そうなんです。一番の基本だったので、もし、ね、筆記試験とかで出たら、こう正解できるぐらいもう染み込んでるんですけど、実際じゃあ自分の度胸に当てはめて考えるってなったら、履歴書一つ書くのも難しいなと思ってます。本当ですよね。はい、ですね、頭で分かっていることと実践できるかってね、またちょっと違うところも、ね、私がキャリアコンサルタント受けたいです。そうですね。ね、よくキャリアコンサルタント資格取った後のファーストクライアントは自分自身っていう言い方もよくされるんで、うん、まずはそうですね、自分自身の自己理解を深めたりとか仕事理解を進めていくっていう、まさに山口さん今その段階でいらっしゃるんだなって思っておきます。そうなんですね、分かりました。ただまあ何もこうしたキャリアコンサルタントの知識がなくて転職や就職活動をするよりは、やっぱり基本的なところを分かった上で動かれるっていうのはプラスに働くと私は信じてますので。そうですね、はい、またぜひ、ね、採用されたというご連絡もお待ちしたいと思って。ぜひそうしたいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではまた少しお話変わるんですが、先ほどレック選んでいただいた理由お話しいただきましたが、実際に講座、まあ、Zoom で受けてみられてのご感想とか、ここが大変だったとか、ここが良かったとか、そのあたりお聞かせいただけますか？まずは Zoom で良かったです。っていうのもやっぱり、はい、まあ、日曜日ではあったので、その仕事とかと被るってことは特になかったんですけど、やっぱり子供もまだ小学生2人いて、こう、ね、日曜日にこうお母さんがずっといなくって、夕ご飯も遅くなって、まあ、夫も協力するとは言ってたんですけど、協力も実際してもらったんですけど、それでもやっぱり講座が終わったら、じゃあ今日のご飯は
これだなんて言ってパパって作っちゃうっていうのができたのが良かったと思います。やっぱり暑かったり寒かったりする中でやっぱ通学に時間をかけるっていうのは、それが なかったのが一番良かったです。で、Zoom だとこうリアルにお会いできないので、こうちょっとお友達とか一緒にじゃあロープレー練習とかっていうのできないかなって最初思ってたんですけど、はい、このカメラを通してもあの QR コードって読み込めるんですね、うん、なのでそれでちょっと何人か親しくさせていただいて、うん、それでこう練習もできましたし、うん、で講義も特にこうネットワークの不備なんかも特になく、うん、結構20人ぐらいいて、あんまり多いと通信がどうなのかななんてちょっと思ったんですけど、でも全然そんな心配もなく、で講師の先生のこう熱量もカメラ越しではありながら伝わってきたので、はい、すごく良かったです。そうだったんですね、うん、まあね、私たちも Zoom クラスだと横のつながりがなかなか作りにくいところは心配をしているんですが、うまくね QR コードを見せ合ったりしながら、ね、やっていきたいので、そのお仲間の皆様とロールプレイの練習会も開催されたということなんですね。そうですね、あの講座が終わってからの週に1回日曜日とか土曜日とかに、うん、やってました。そうですか、リアルなロールプレイと Zoom を通じてのロールプレイは何か違いは感じましたか？そうですね、実際試験間際になってからなんですけど、はい、そういえばこの手でこう軽くジェスチャーとかしてもいいのか、それともこう、机の下といいますか、自分の膝の上といいますか、はい、出しちゃいけないのか、はい、カウンセラーってそもそもどういうふうにしてるんだろうみたいなことを、いつもこの画面の画角でしかお会いしてなかったので、手の動きが分かんないですよね。そうですね、ここから下見えないですからね。そうなんです。手って机の上に置いていいのかなとか、そんな本当些細なことなんですけど、はい、アクリル板はきっとコロナなのであるだろうなとか、マスクをするってことは、ズームだともちろんマスクなしで話すからこう話しやすいんですけど、マスクしたら窒息しちゃうかもとかこの緊張と、はい、なんかそんなことが試験直前になってちょっと不安になったりしました。そのあたりの不安な点は、同じ講座の横のつながりがあるお仲間とは共有したりとかお話しすることはできたんですか？できました。でその中の何人かは振り返りで2、3回こうリアルのところに行ったことがあって、はい、とかその時は手は普通にこう出さずに膝の上に置いてたよとかって教えてくださったので、はい、だけどじゃあ次回はそのマスクをしてロープでの練習しようとか言ってやったりとかしてました、ね、今まだ本番がマスクしてやることになってますからね。わかりました。でもまあロープレはそのような形でやってこられて、まあ、今勉強の方法のところにも少しお話踏み込んでいただいていますが、はい、山口さん自身の勉強方法、どんなことをされてましたか？そうですね、一番はテキストを読みました。はい、ありがとうございます。それと過去問を、はい、何回もやりました。何回もやりましたか？何回もやりました。ちなみに何回ぐらい、覚えてる限りで結構ですが。何回したかな、過去3回分、そうですね、と私申し込むのが早かったので、4回分3回分、だから全部で4回分持ってたんです、はい、でもうそれはもう何度も、もう5回くらいとかそれぞれ5回募集しましたし、2週3週ぐらいずつやったかな、
まあ、過去問は結構徹底的にやってき徹た。底的にやりました。で、択一なので正解の足だけ分かればいいやっていう勉強のされ方をすることもあるんですが、山口さん一個一個足ごとに点検されて確認するやり方を取られましたか？そうですね、もう点検してました。やっぱり、例えばじゃあ、同じスーパーが出る問題だとしても、こっちは正解したけど、こっちのスーパーは間違ったとか、結構そういうのってあるので、じゃあもう一回、ちょっと整理してテキストに変えたりして。テキストも2回は読みました、全部、全冊。全部通して読まれたということですか。で、例えばその過去問を解いていて、ま、間違えたりとか、ご自身で調べたいなと思った時には、テキストの他に何か参照したものはありますか？ちょっといいですか。これを読みました。ありがで、とこうごれざいをます。まあ3回読みました。3回読みましたか。で、その他にもこれは出した方がいいのかな。これも教えていただいて買ったのがあって、で、これも2回か3回読みましたね。その木村秋先生という、まあ、大変有名な先生書かれてる本ですが、正直難しいですし、難しかったです。よく読まれましたね。そうですね、難しかったけど、なんていうんですかね、こっちとかはテスト用って感じで、テストの対策。で、こっちは本当に広く、こう、キャリアコンサルティングってことを、こう、抑えるっていうか、きっと、こうキャリコになった後も使えるテキストなんだろうなっていう、そんな感じで読んでましたね。る通りでして、国家資格持ってらっしゃる方だけではなくて、技能士を取った方でも木村秋先生の本はずっと勉強のために何度も読み直すような本なので、それを読まれていたっていうのは本当にたくさん勉強されたんだなっていうのが私のまず率直な感想です。受かんないとなと思いました。家族の前でこんなに勉強してるのに、こんな日曜日毎週で講座とかやってるのに、きっと受かんなかったらお母さんかっこ悪いなと思って、学生時代を 思い出して。それが原動力になって、よし、頑張ろうって思われたっていそうですね。うかね。でも、それでも18回の筆記の時に、初めましての理論家が一人いました。なんていう人だったかな。一人、こんな人。まあ、想定はしてたんですけど、すべてね。あ、でもやっぱり一人、初めましての人いたなと思って。そこでは特に動揺などはされませんでしたか？特になかったです。結構筆記は、落ち着いてやれたかなって思いました。そうですか。よかったです。あれです、本当に。まあね、お子様お二人いらっしゃるということでしたが、お母様が勉強されてる姿をね、ご覧になってるっていうのは、お子様方にも勉強しなさいっていう一言よりもはるかに効果があったんじゃないでしょうか。で、期待したけど、あんまり変わってないです、子供たちは。でも応援してくれたのが力になりました。少しお話戻しますと、まあ、Zoom クラスで良かったっていうふうにおっしゃっていただいたんですが、そうは言っても1日7.5時間ずっとパソコンの前に張り付き、そのあたりの大変さっていかがでしたか？そうですね、最初は眠くなっちゃったりとか、どうしようとかなるかなって思ってたんですけど、そんな眠くなってる暇がなかったです。先生がランダムに話をこう振ってくれるし、問題も出されて、で、わかんないと嫌だから、ちょっとこっそりテキストこっちで見ながらとか。でも別にね、外しても咎められたり嫌な思いしたりするわけじゃないんですけど、あ、そろそろ来そうだなとかっていう緊張感もあったり、
最初はなんか全部でこんなにあるから2回ぐらいは休んでもいいかななんてちょっとな甘く考えてたんですけど、休みたいとも思わず、大変でしたけどね、疲れましたけど。疲れますよね。疲れましたね。でも今職場もテレワークとかが多いので、はい、それもあってやれたかなとは思ってます。そうなんですね、まあ、講師のやり方スタイルで指名をして答えていただくやり方をする講師と、はい、そうではないやり方をする講師とはいますけれども、はいはい、まあ、山口さんの場合にはそうした形で復習の意味でこうやり取りがある、はい、そんな担当の講師だったということですよね、はい、そうですね、はい、じゃあ 7.5 時間ドキドキもしながら、ドキドキしながらもう眠くなってる時間とかはなかったです。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、今、養成講座のお話をお聞きしてきたんですが、試験対策講座は受講されたものはありますか？でないです。なしで、養成講座だけで、だけであとご自身の勉強で合格されたということですね。そうですね、だけでした。論述対策はどうされましたか？論述は、先ほども言ってたんですけど、その講座が終わってから1週間に1回ロープレイやってたので、はい、きっと論述もロープレイを文章にすることだと思ってたので、はい、ちょっと舐めてたというか、ロープレイやってれば論述もいけるとかって最初思ってて、ちょっと勉強を開始するのが遅くなってしまったのが一つ反省点としてあるんですけど、やっぱりこう試験の3週間前ぐらいにもう過去問をそれも3回か4回書いて、意外にこう書くのって慣れてなくて。そうですよね。でもやっぱりこうポイントをやっぱり採点されるものってことはポイントをね、押さえていかなきゃいけないんだろうなって思って。でも点数もでもそんなに良くはなかったけど、37点とか8点とか、そのぐらいだった気がするんです。書いたものはご自身で何でしょう、確認検索する方はいらっしゃらないわけなので、どんなふうに勉強を進められたんでしょうか？そのロープレやった人たちと、はい、どういうこと書いたって、過去問なのでそれをやってたのはどういうこと書いたって言って、じゃあポイントはこことここと、そこでじゃあジョブカードってキーワード入れた方が良かったねとか、なんかそんな、これは VPI 使えるクライアントだったねとかってこう反省、お互いにこう話しながら、やってましたね。勉強仲間の方たちとご自身が書いたものを持ち寄って検討されたという。そうですね、その勉強仲間の皆様の合否結果って、ご存知でいらっしゃいますか？みんなもう合格しました。何名いらっしゃったんですか？ 4人のグループでした。皆さん合格されたということですね。はい、じゃあそのね、論述も的確な、アドバイスをお互いにし合えていたっていうことだと思いますね。ねえ、どうなんですかね、50点満点でそのぐらいなので、そんなに高い方ではないんだろうなとは思ったんですけど、でも合格点に達していれば試験ですのでね、そこは、ね、ですよね、大丈夫です。おっしゃっていただいた指摘が本当に的確だと思うのが、実技試験の中に論述もロープレもあるので、やはり基本同じなんですよね。おっしゃっていただいた通りです、そうですよね。その口頭で喋ってたことを今度は文章にちょっとまとめてっていう、そうです、そうです。ですので、的確な勉強方法をとってらっしゃったんだなっていうことを感じました。はい、ではそうした中でご自身の勉強方法を振り返って、
ここ、まあ、合格されてるんでね、基本いいんです、今のやり方でいいんですけれども、これから試験受けられる方に対してここはこうしたらもっといいかなとか、こんなアドバイスはどうだろうって、そういうコメントあったらちょっとお聞かせいただけると参考になると思いますが、いかがでしょうか。論述は、はい、やっぱ書いてみるって大事なので、うん、頭で分かってても意外に書けなかったり、はい、何書こうと思ってたか忘れちゃったり、はい、あるの で時間も、筆記の筆記、のよりすごい短く感じました。ですか。論述は結構時間がなかったように感じたので、ちょっと考えをまとめて素早く書くっていう練習はちょっとロープレと同じって私みたいに思ってるとちょっと大変なので、やっぱり時間それなりにとって何回も書くっていうのが大事かなと思います。おすすめの勉強方法って何かありますか。ご自身がやられたことでもいいですし、そうでなくて他の方がやってらっしゃることでも結構なんですけれども、そうですね、やっぱり私はテキストを読む、はい、とにかく1回読んだからいいやじゃなくて、やっぱり2回目読むと2回目の発見があるし、3回目読むと、はい、あ、こんなところにこんなこと書いてあるってまた線を引いたりとかってあるので、はい、とにかく読めるだけ読む、うん、あと過去問も一回やったらもう答え分かってるし意味ないかななんてちょっと思っちゃう人もいるかもしれないんですけど、それでも100点取れないですから、うんうん、点は取れない、5回やっても同じ問題を5回やっても点は取れないっていうのがあるので、はい、そうですね、過去問は解いてほしいなと思います。ここも大切ですよね。先ほどもね、私ちょっと感想としてお伝えさせていただいたんですが、山口さんものすごくたくさん勉強してらっしゃるんですが、お仕事されながら当然家事もおやりになって、うん、講座も出て、でご自身の勉強もする、この時間配分だったり、うん、勉強時間の確保はどんなこと工夫されておやりになりましたか。まず結構小説を読むのが、小説って言っても難しくない、本当にミステリーみたいなそういうのが大好きなんですけど、はい、勉強の間は小説読まないって決めて、その小説を読んでた時間、だから出勤の電車の時間結構長いんです、長いというか結構落ち着いた時間なんですよね、満員電車ではあってもなのでその通勤の時間だとか、はい、あと今までは子供一緒に寝ようなんて言われて、はい、このまま寝ちゃったり、あと一人で起きてきて夜テレビ見たりってしてたんですけど、実際本当にお布団子供と入って、あとは子供が寝たら勉強するっていう、ちょっと寝転びながらではあったんですけど、そこでテキスト読んだりっていう時間でしたね。かなり頑張って時間捻出して、そうですね、でね、来られたんですね、うん、この、ま、試験に向けての勉強と養成講座の勉強って明確に分けられるものではないですが、うん、試験に向けて例えば過去問を解いたりっていうタイミングはどのぐらいから実際に過去問に真剣に向き合うようになられましたか。過去問は結構早い段階からやってました、はい、で本当にもう今から始まるぞっていう時で、理論家なんてそんな本当に一人も二人も知らない時から、はい、その時はもう本当に勘なんですけど、やってあ60点だったとかってことは、あと半年勉強すれば70点ぐらいいくだろうとかね、なんかそんな本当に勘の部分も多かったんですけど、結構早い段階からゆるゆるっとではあったんですけど、初めてました過去問は。そうすると雰囲気が分かるので、
講座の中でもこう講師の方がおっしゃってるところ、あ、こういうことなんだっていうのがちょっと問題と結びついたりっていうのがたまにあったので、はい、うん、過去問を早くから解いてました。そうすると過去問の使い方としては、力試しで何点取れるかというよりは、うんうん、何でしょう、一個一個検討しながら、うん、予習のような意味合いでも活用されていたっていう。そうですね、そうです、うん、そうなんですね。これね、とても参考になる勉強方法かなと思いましたね、うんうん、だからテキストとか講師の先生よりも、うん、その過去問の方が先にこう、うん、その理論家の名前とかは、あ、聞いたことあるなとかっていうのはありましたね、うん、そうでしたか、うん、で、まあ、レックの講座ではということなんですが、知識確認テストという、まあ、テスト通信の中に含まれていましたが、はい、うん、過去問それだけおやりになっていると知識確認テストは優しく感じたりしませんでしたか？そうですね、そうですね。で、知識確認テストって確か100問でしたよね、はい、はい、そうです。すごい細かいなと思いながら、はい、うん、でもそこに振り返ることができたので、その過去問で間違った人を、はい、そっちの、その確認テストの方でこうなんて確認するっていう風に役立ちました。そうなんですね。とってもね、講座をうまく使っていただいてるなというね、そんな感じがいたしました。はい、ありがとうございます。そうしましたら、まあ、冒頭のところでも、あの合格後の資格の生かし方に近いところで、うん、ご自身の就活今されているというお話ありましたが、はい、この後の山口さんのご自身の将来展望のようなもの、はい、先のビジョンとか今後の抱負についてお聞かせいただけますか？はい、やっぱり一番はキャリアコンサルタントとしての専門を私のこう人生の中でこう、ここをこう軸にして生きていきたいなと思っているので、うん、なんかこう、そうですね、ジムの中のキャリコンとかじゃなくて、本当にキャリアコンサルタントの資格がないとできないよっていう資格をしていきたいなと思っています。で、それはこう、大学なのか、では小中高のキャリア教育、今最近増えてるみたいなので、そういったことなのかとか、一企業の人事部の中のキャリアコンサルタントなのか、ちょっとそこまでまだあれなん、その決まってはいないんですけど、とにかくその専門職としてのキャリアコンサルタントっていう仕事にこだわっていきたいなと思っています。で、やっぱりそのこれからの時代、働き方ってもう、テレワークもそうですけど、いろいろな形の働き方、生き方があるので、やっぱりちゃんとこう時代の流れをこう意識して、勉強して、こう相談者の方に少しでもお役に立てればなと思っています。はい、ありがとうございます。ぜひね、こうキャリアコンサルタントとして、キャリアコンサルタントの仕事をしていって、うん、さまざまな方を支えると、ね、そんなお仕事本当についていただいて、他の、あのこの先に続く後進の方々の先頭を走っていただきたいなっていう思いがすごくいたします。先頭なんてなかなか走れないですけど、とにかくでも、うん、こうレックで学ぶ方に受かってほしいなってまずは思います。はい、ありがとうございます。そうしましたら、あの、まあ、これから講座を申し込もうかなと思っている方であったり、うん、講座は申し込んでいて今勉強してるんだけどちょっと、壁にぶつかってる、そんな方も聞いてらっしゃるかもしれませんが、うん、あのそうした方々に対してのメッセージいただいてよろしいですか？ですね、やっぱり勉強は大変です。プレッシャーもあるし、同じところで何回も間違ったり、けどやっぱり諦めないで、毎日少しでもいいので、過去問1問だけでもいいので、とにかく毎日続けるっていうのが大事だと思います。とにかくもうどこに行くにも過去問はバッグに入れて、うん、枕元に置いて、
頑張ってほしいなと思います。あのゴールはあるので、もうそこまで体調を崩さずに頑張っていただきたいと思います。そうですね、ゴールありますもんね。そうなんです、うん、本当に、わかりました。あと山口さんの方から何かありますか？あれば最後に一言になりますが。そうですね、先ほども言いましたけど、小学校の子どももですね、キャリアパスポートとかでこうキャリア教育ってことがこう社会的にも必要なことなんだろうなと思います。でニュースなんかを見てても誰もこれはキャリア教育だよとかキャリアコンサルタントだよなんてことはテレビでは言わないんですけど、あ、これはやっぱ主体的なキャリアをこう自分で構築していくために必要なことだって言ってるんだろうなみたいなことがちょっとこう聞こえてくるようになるので、なってきてるので、とても大事な専門職だと感じてるので、私もそうなりたいと思ってるんですけど、皆さんと一緒にやっぱりキャリアコンサルタントとしてこう社会に貢献できたらなと思います。頑張ってほしいです。頑張ります。そうですね、本当にあのご覧いただいご視聴いただいている方に頑張っていただきたいですし、もう山口さんにもぜひぜひこの先あのご活躍いただけることを本当に心からお祈りしております。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、山口さん、今日はインタビューどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。